こんばんはもーん。新旧整骨治療の精霊トリサルモンと、新旧整骨治療の精霊風峰ハリスが送るアークナイツ第8話アニメ感想会スタート。もん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 。はい、最終話ですね。最終話もんね。いやーなんか悲しかったもんよ。なんか最後、最終話にしては結構こう落ち着いた内容になってたなって思いましたよね。なんかこう派手に、ま、戦いはあったけれども、うん、すごいこう最終決戦っていうほどではないもんから。そうですね。だからまあちょっと悲しさもありつつ、ちょっと落ち着いた、感じだったなっていうのはあるもんね。そうですね。まあ、特に無駄なバックミュージック今回一切なかったなって思って。あ、確かにね。そうそう、そういう意味でなんでしょうね、こう派手な演出もなく、まあやっぱりミーシャじゃなくてスカルシュレッダーか、スカルシュレッダーの死と、そして、まあ最終的にはね、ミーシャもまあそれをね後を継いで結局まあ死んでしまったんですけど、まあそれを表現してるんですかね。だいぶ引き込まれたもんよ。そうですね。まあでもなんでしょうね、まあしょうがないところはありますよね。でもね、アーミアとしても合わせざるを得なかったしなと思って。だってドクターを守るための行動だったもんから。そうなんですよね。で結局最後ね、みんなでミーシャをもう一度説得しようという流れになってたけど、結局アーミアが無力化しなかったから、チェンがとどめを刺したってことなんですかね。っていうこともんかね。多分、このアーミアとしてはもう絶望の状態になってしまっていて、でもその後か、絶望になったのは。そうそうそう、その後ね。だからその前はやっぱ説得しようと思ってる気持ちが強かったから。そうですね。だからその無力化っていうその戦いの方向ではなくて、やっぱその話し合いでちゃんと決着をつけようって思ってたから、相手無力化しなかったってことかもしれない、ね。ああ、なるほど、そういうことか。まあでも向こうとしてはね、ランチャーに手をかけていて、もういつ撃ってもおかしくない状況だというふうにチェーンさんは判断したんですよね。まあそう思うよね。だからまあ最後はもう敵として撃つしかなかったっていう、そこなんでしょうね。だからまあチェーンも最後言ってましたもんね。あの一瞬のためらいが、ね、戦況は変わった、何でしたっけ、なんか一瞬のためらいは良くないみたいなね、話をしててね。で最後、まあだからチェーンとしては、まあ、自分の手を汚したということですよね。やっぱその戦いの厳しさをやっぱり知ってる立場っていうのもあるもんから、そうですね。そこでいくらなんかこうかわいそうだからとか、それで手を緩めてしまったら自分がやられてしまう。そうですね。しかも多分知ってるから。知ってますね。チェーンはやっぱり一番場数踏んでる、まあもちろんロドスの陣営も場数は踏んでるんでしょうけど、まあでもやっぱり部隊を率いるね隊長として、やっぱりチェーンはね人一倍その責任感があるから、やっぱり自分がやらないといけないって思ったんでしょうね。そうよね。アーミアではちょっと手を下すことができないって思ったんでしょうね。やっぱそのすごい素早い判断はやっぱり必要もんよね。必要だと思いますよ。特に戦場においてはね、はい。やっぱり本当に0コンマ何秒がね命を分けるっていうことが多いでしょうからね。あれだってね、あのトリガーのところにね指を置いてるのか置いてないのかすらわからない状況でしたからね。いやで、しかもランチャー打ち込まれたらね、他の隊員も巻き添えになる可能性もあるから。そうそうそう。まあしょうがない結末なんでしょうけどね。でも悲しかったなやっぱり。まあ今回はねやっぱりこのスカルシュレッダー編はやっぱりこういう結末なんですよね。そうもね。そうで、今ロンメン郊外が舞台になってるので、でここからまたロンメンの中に戻って、まあ、次の戦いに備えていくっていう、まあそういう流れになるとは思うんですけど、まあ、第1部がここで終わったっていうことですよね。そうね。まあここから気を取り直してね、まだまだ
だって論面のまだ中全く未解決ですからね本当やね。そうなんですよ。だこれからそのリユニオンの本当の目的が論面の中で展開されてくるので、うん、まあそこですよね。本当序盤もんからね。序盤なんですよねこれ、うん、そうだからここからもっとさらにね過酷な戦い、はい、メフィストとかファーストとかねあの辺りもいるし、うん、はい、そうあと氷のアーツを扱うねもっと強い人が出てきたりとかね、はい、まあまあタルラもいるしね、本当何一つまだ強敵は倒れていないわけで、はい、まあ、この後はね、まあ、次の第2部、うんうん、まあ、多分第2期が控えてるんだと思うんですけど、はい、もう制作決定ということで。あ、そうでしたよね。まあそちらの方に引き継がれるということですよね。そうね。まあ、今回はね本当前回からのスカルシュレッターからの、うん、まあ、まあ、ミーシャがね、最後もうミーシャとの、まあ、向き合いが最後に来て、はい、本当に丁寧に描かれた第8話、うんうんうん、もうまさかここにこんなに時間使ってくるとは思わなかったので確かに、だから制作陣としてもこのオスカルシュレッター編の最後は丁寧に描きたいっていう思いがすごいあったんだろうなってね、うん、そこ見せたかったんだろうね、うん、ちゃんとね。そうですね、まあそこすごいしっかりと描かれてたなっていう風な思いが、はい、あの感想でしたね、うん、うん、まあなんか長かったような短かったような、いやそうですね、ちょっと不思議な感じもんけど、うん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 、最初ね本当第1話の時にどうなることかと思ったもんけど、ええ、まさかこんなになんかなんだろうな、この制作陣の意地を見せつけてくれるとは思わなかったから、うんうん、あ、まあ確かにそうですね、よかったもんね。そうですね、うんうん、まあゲーム本編の方もまだまだストーリー続いてますからね、はい、どこまでやっていくのやらっていうふうには思いますけど、この前僕ね久々にちょっとログインだけ、あ、そうですか、してみたもんよ実は、はいはい、あのちょっとゲームする時間はなかったもんけど、うん、なんかそしたらねだいぶねアップデートあーそうですね溜まっていて、はい、はい、なんか今後もねちょこちょこなんかやれたらいいなと思いつつも、うん、そうですね、まあ、僕はしっかりやってますけどね毎日ね、はい、今危機契約はねもうすぐ終わろうかというところなんですけど、また次のイベント等も始まると思うんで、はい、2期いつからなんでしょうね。まだね特に詳細は出てなかったと思うもよ、なんか続報をお待ちくださいって。あー、そうなんですね、うん、そこそっか、うんうん、まあそこはちょっとまたねあの新しい情報を待って、はい、次に備えてね、うん、行きましょう。楽しみに待ってよもよ。そうですね、うん、まあ次またいろいろ新しいキャラクター出てくるのかな、出てくるんじゃないね、ロドス側もね、うん、うん、そこも楽しみにしてねちょっと待っていきたいと思います。はい、うん、ということでアークナイツ、はい、全部終わりましたこれ、はい、第1期終了ということでね、はい、皆様も本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました、うんうん、では第2期始まる頃にまたお会いしましょう、ね、はい、お会いしましょう、うん、それでは皆さんチャンネル登録と高評価よろしくもんね。はい、ではまたお会いしましょう。バイバイ。さよなら。